ドナルド・ J ・フェーゲンはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター、キーボーディスト、クロスオーバーのバンド、スティーリー・ダンの創設者として知られる。ドナルド・フェーゲンとウォルター・ベッカーは1971年にグループを結成した。彼らはこのバンドの中心メンバーであり、共同で作曲を行った。ツアーやレコーディングではフェゲンはキーボード演奏を担当し、また、 レコーディング曲ほぼすべてのリードボーカルも担当している。印象的なコード店長などが彼らの楽曲の主な特徴である。72年にはラテンの影響を受けた The It Again が初のヒットとなり、さらに1974年にリキの電話番号はアメリカだけでなく日本でもヒットした。74年のサードアルバムを発表した後他のメンバーはバンドを離脱し、 スティーリー・ダンは、フェーゲンとベッカーが率いるスタジオプロジェクトに変化し、以降アメリカのジャズ、R&B、クロスオーバー、ロックのスタジオミュージシャンの精鋭を集めてレコーディングするのが主要な活動となる。1977年には、アルバム、アヤ・エイジャが、プラチナディスクに認定される大成功を収めた。同アルバムからは、ペグ、ディーコン・ブルースなどがヒットした。 1981年にスティーリー・ダンが解散した後、フェーゲンは初のソロアルバム、ナイト・フライ・ザ・ナイト・フライを発表、スティーリー・ダン時代の作品に匹敵する評価を得た。同アルバムからは、レゲエ調の IGY がヒットした。彼は音楽雑誌に寄稿したことがあり、ヘンリー・マン・シーニやエンディオ・モリコーネの基地に飛んだ作品などについて論評している。1980年代、 フェーゲンは映画や多くの他のアーティストのための作曲やニューヨークロックソウルレビューに参加してのツアー活動などを行った。フェーゲンのソロアルバム第2作カマキリアドカマキリアドはベッカーによってプロデュースされた。これがきっかけで彼らの作曲チームとしての再結成とスティーリー団としての新たなツアー活動の創造が実現した。翌年にはフェーゲンはベッカーのソロデビュー作品、 11の新章11、トラックス・オブ・ワックを共同でプロデュースしている。この二人組によって、スティーリー・ダンは、新たな体系でより確保としたものとなり、スティーリー・ダンとしての新しい二つのアルバム、トゥー・アゲンスト・ネイチャー・ツー・アゲンスト・ネイチャーと、エブリシング・マスト・ゴー・エブリシング・マスト・ゴーや、ライブ CD、アライブ・イン、アメリカ・アライブ・イン・アメリカ、ライブ・コンサート・ DVD などをリリースした。 フェーゲンは2006年に3作目のソロアルバム、モーフ・ザ・キャット・モーフ・ザ・キャットを、2012年10月には4作目のソロアルバム、三軒コンドズ三ンコンドズ,サンクンコンドズをリリースしている。2017年9月、同僚ボルター・ベッカーが死去。フェーゲンは、スティーリーガンを継続し、以降も、精力的に活動している。いずれもいい音より、なお、 ナイトフライは2011年にスーパーオーディオシーリーのハイブリッド版として発売されている。ありがとうございます。